1億あったらスタートしないでしょこれもう。あ、8億か。あ、8億かだってマジけいやーキャインどうもこんにちは。さあキャインのティアチャンネル始まりましたが、今日は何をやるかと言いますと、はい、YouTube ではもう定番のゲーム実況と呼ばれているもの、おやりたかったんですよゲーム実況。これついに初めて、うん、まあ良い子とかはねゲームのイメージありますけど、我々はゲームどうなんだっていうと、ウドさんなんかはあの何ですか、あのパワフルプロ野球じゃないや、なんだっけ、パワープロでいいんだっけ、ファミスタ。ああそっちとかね。俺もだから昭和のゲームは結構やってますけどね。そうそうそう、ファイヤープロレスとかさ、その辺だからね。でも天野くんはゲームすごい得意なイメージがありますけどね。いや僕ね全部ね金絡みのゲームが得意なんですよモノポリーとかさ、いただきストリート、今日やるそのゲームなんですが、桃太郎伝説ということでございますけども、はい、うん、これ昭和平成令和も定番ということで、そんだけわかる、もうこれ昭和からあるんですかこれ。俺たちの夢だよな、昭和平成令和も定番になりたい、うん、早速ですがウドさん、はい、やっていくっていうことでよろしいですね。はい、これ初めてですけど桃太郎伝説、はい、キャイン、私初めて見ましたよ。いきましょう。これはみんなで桃鉄でいいんですか。はい、はい、みんなで桃鉄、3年決戦、はい、3年もあるんだ。3年いきます。桃太郎です、はい、今ここで桃太郎電鉄最強者決定戦が開催されます。これどういうことなんですか。桃鉄3年決戦についてはもうご存知ですよね。いいえ、どういうことですかこれ。桃鉄3年決戦はいつもの東京から1000万円持ってスタートではなく、いつもなんですか、1億円を持ってのスタートになります。わ、いきなり1億、1億あったらスタートしないでしょこれもういやなんかバンバン台で暮らせますよね。いや1億じゃ足りないでしょ。わ、すげえな。なんだこの1億円を持つ条件を忘れる人が多いのでご注意ください。何ですかこれ、あのスイカとかパスもできないんですよこれいけないです。これどういうゲームなんですかこれいや、やっていけば分かるんじゃないですか。俺もあんまり詳しくないんだよ。なんかでも駅回ってくんだよね。これ何ですかこれこれコントローラー。そか、試合中はプラス駅、マイナス駅、目的地、到着金などがいつもより多めに設定されてます。だからいつもはもっと長くやるんだけど、3年だから短めの決戦になるってことだね。だから目的地の到着金が大きいと、ということはキングボンビーの金額も大きくなってるということです。まさに実力と実力の勝負、失敗の許されない桃鉄3年決戦なのです。桃鉄腕自慢の方はぜひエントリー。天野さん迷子が、はい、行くよ。もう一度ルールを。すごい、いえ、お金持ちになるぞ。それでは選手名登録に移りますがよろしいですか。はい、テスト乗って、これは俺やればいいの。2人何コン、これ何でいいですか。これじゃない、これじゃない、2人通コン、これ、いや、あ、これ、はい、あ、変更する、あ、俺変更しよう。うわっ、あ、俺いるじゃん佐久間鉄人本当だこれにしよう、これに似てる。あ、これ敵キャラです。あ、そうなの。あ、じゃあ迷っちゃうな。まあいいや、最強の敵キャラがやばい。え、やだやだ、強いでしょ。どうする、最強やっつける。やっつけるの、一緒にゲーム参加するんだって。この人強いの、鉄人。あ、え、どうする、そういう意味なの、敵って最強と最弱にします。あ、そうしとくか。じゃあこれと、じゃあウドさん、どれにしますか。あれ、俺、あ、あ、やばい、戻る。なんで佐久間さんなんですかこれ。誰が佐久間さん。ちょっとだから、わかった、どう、ガキぐらいにしとく。ガキ、豆を大事だな、これ。ウドさん、どれがいいですか。どれでもいいです、ウドさん。俺たちがこれで行くわけ。違う、敵です、敵、敵、うん、あれ、ガキガキになっちゃうじゃん。何これ、違うんだよ、2人目こっちのコントローラーでやんなきゃダメ。そんなことない。ちょっと待って、ガキ社長、あれ、名前になっちゃったよ。なんで、進まねえな、これ
イライラするぜ。あれちょっと待って、あほらさん、2たす1でいいか。あ、2たす1本、はい、2人に1本のやつ、3人に。ああそういうことか。1人がイライラする。これ、はい、うん、あ、そういうことか。はい、で、じゃあ1人、この中で1人選ぶ。どれがいい、ウドさん。敵、俺たちの共通の敵で、弱い敵、弱い敵に豆コニーにしようか。豆、うん、はい、中断。はい、ダンガルだ。よし、行こう。それで俺たちは名前決める。皆さん名前決めます。桃太郎社長、やめよう。よし、金好き、四人金好きはい、ウドさん、名前、あれ、これで完了。ウドさん、ウドさん、コントローラー動く。俺ら動くよ、これ。え、このウドさん動く、コントローラー。あ、こうやって持つんだ、うん、こう持つんだね。うん、動かない。浜野さんでやる。そうしたら、ここ金太郎社長のところでいい。はい、宇野さん、なんてつけますか、名前。俺はね、伝蔵、鈴木伝蔵。伝蔵、立ち継ぎ。俺のおじいさんの名前です。なんでノリオじゃなくていいの。多分4号じゃないから、いけない。あ、伝蔵、伝蔵でいい。あ、じゃあ、俺、伝蔵、伝蔵、伝蔵、ゾゾ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 ゾ。はい、え、ウドさんのコントローラーも生きてる、これで。生きてる。うん、はい、うーん、そうなんですね。よし、プレイするジャンル、シャッフル、このまま順番、あ、順番決める、シャッフルにしようか。うん、じゃあ、押します。金好き、うわ、金好き2番。俺3番。あ、豆鬼、はい。あ、いいや、豆鬼がやってくれるから。はい、4月、社長の皆さん、4月ですよ。日本だからだよね。はい、うん、日本だから、ね、日本だから。アメリカだと9月だ。そう、うん、なんで3年アメリカも9月になる説あったけどね。ああ、日本も、うん、あのコロナの影響で、うん、そんな話、そんな話いらないんだよ。十字キーが。それでは社長の皆さん、住みよい日本を作るための開発お願いします。開発するんだ。もう社長なんだ、もう。そう、でもう1億持ってる。国からの援助金1億円。これが旅に出るんだ。うん、結構収入カード、ぶっ飛びカード。援助金1億円ももらえたら大変なことになっちゃう。よっしゃ、 GoTo キャンペーンもあるから、皆さんが最初に向かう場所はヤシャ姫さんがお伝えします。行くぜ、カモン。ヤシャ姫です。それでは最初の目的地を決めていただきます。えい、金沢。うわー、いいところ。金沢、あー、香箱ガニ、金沢100万石、カニ食いで。そう、え、いや、金沢いつもだったスナックがあってね、金沢の。悲しいことにサイコロ振っても1から3しか出ない。年賀状いただきましたけどね。なんだ、敵1から3しか出ないんだ。あ、何、ブルった。ご無沙汰します、本当に。ブルった、金月社長。え、どうやって、え、金沢に向かいましょう、金月社長。うん、えい、6。ほら、いきなり。え、何、決まってんの、矢印。いや、ここから近いですよ。え、埼玉行った方がいいの、どっち。北陸新幹線で行った方がいいんじゃない。あ、これが一番近いの。北陸新幹線で行った方がいいんじゃないですか。え、矢印出てる方が全然近い。ああ、ほんと。あの、これ、あ、それを教えてくれる。北陸新幹線、なんで北陸新幹線行かないの。いやいやいや、あれ、これ赤いのが出た。あまるくん、東京駅からカード売り場、新幹線じゃないの、大月に止まった。あまるくん、え、東京駅から北陸新幹線じゃないの。東京駅から北陸新幹線のコース行こうと思ったら違うのよ。これが一番早いって出るからさ。よっしゃ、カード売り場、大月に止まった。買う、売り買いすることができます。買うぜ。うわ、え、俺いくら持ってんだっけ。1億円。うわ、なんかこれ桁が全部高い。
これ何インフダメだこれ周遊か、いや俺8000円も使ったらこれもういっとけ、えい特急カード本当は4000円とかじゃない、はい、ねえ、もう行っていいの、もう終わりだ、あー、まだ買えます、はい、あーもういい、0円ありますよ、いいえ、0円ある、0円もらおう、一番下のステーキ、まさかこれもっと寒いじゃん、危ねはい、ちょあ借金帳消しにしてくれんだって、最高、もうやめる、はい、ありがとうございます、すいません、今電源入ってました、すいませんでした、すいませんでした、桃鉄の途中に、すいません、じゃあ俺は東京駅、サイコロサイコロ、俺も金沢なんですか、金沢にみんなつかなきゃいけない、サイコロ出てこない、すいませんね、じゃあ丸を押してください、このバスのところ、でこれでバスやる、はい、もう一回押すんだ、はい、全然やったことない、やったことない、はい、今すぐ進むんだ、はいはい、矢印の方向へ入れてください、後楽園ついたよ、後楽園、ウドさん、あ、東京ドーム、東京ドーム買います、止まった、じゃあ東京ドームを買います、買う、あ、買えない、全部あ買えない、1億しかないから、なんだこれ、どうやって買うんだよ、冷やかしかよ、これでも2000万円だから買えないから早く行ってください、やめるんだ、これやめるです、あ、で、これボタン押すんだ、やめる、下のボタン、はいはい、マスターだ、はぁ、ほら、5月になっちゃったよ、もう早いな、早いな、はい、八王子に来た、おぉ、これ、行くぜ、え、2よし、なんか買えそうだぞ、こんな大きくない、大きくないから、うわぁ、絶対蕎麦屋さんだな、 70% これ戻りが 100? そうです、ああ、じゃあこれだ、でよし、じゃあもう一つ、うわぁ、いい値段だわ、ちょうどこれ、金もあるから商売、うん、それで、どんどん日本を発展させていくゲームだよ、へぇ、はい、なんで鉄道なんだろうね、うん、あ、6だ、うん、やべえ、俺全部買っちゃったから何これ、戻りませんからこれ他のところ行くのもてできないんだ、戻れないんだ、はぁ、あれあれ、うん、6月だよ、ほら、うわやべえやべえ、どこ行っちゃったんだ、時の経つのが早い、行くぜ、ここ長い、あ、でも上に行っちゃうとその赤バス止まると、うん、お金マイナスになるんですよ、やだ、なんでマイナスなんだ、あーあー、かわいそうに、なにこれ、もう行っちゃったらダメなの、それ教えてくれよ、アマルコ初めてなの、遠回りした上にさらに金払ってんじゃないかよ、やめてよ、俺も初めてよ、へぇ、俺と同じか、赤マスはダメなのね、青マスがいいのね、青マスをあのお金もらえて、うん、黄色マスがカーボン、うん、分かった、それが分かってなかった、もうプラス席決まった、うん、プラス、青だから、うわぁ、金あるんじゃん、うわぁ、終わった、あー、もっと、かもっと集めなかったぜ、これ意外に金に強欲、よく何よ、はいはい、どんどん進めてください、どんどんボタン押してもらったの、うん、はい、行くぜ、やべえよ、遠回りした上に俺変なところ行っちゃったよ、戻れます、はい、戻れんだ、どうしよう、よし、黄色だよ、カード、急行カード、はい、ね、急行カードって急行で行きたいときやっていいよ、サイコロが2つになる、2つになる、それはさ、どれぐらいで使った方がいいの、あと10、反対に行っちゃったよ、反対に行っちゃったよ、宇藤さん離れちゃったの、なんで矢印出てる方に行かなきゃ、宇藤さん、それであの止まったらもう戻れない、戻れないんだ、
何これ。これ誰が面白いんだこれ。5倍になったので報告が来てます、営業成績が。ちょっと俺スキップじゃない、楽しみ報告聞きましょう。もうすごいじゃんか。なんだよこれ。あー、今日か。あ、8億かかった。ちょっと待って。お前の金銭感覚分かんないけど、だって10億の目もあったさっき1億しかなくて買えなかった。そうしたら10億円の場合やべえ。これ天野くんの話じゃない、10億円って。やかましいよ、誰が10億円。あの前なんかね、話題になったんで。やかましいよ。じゃあ特急親友カードもあるから俺手に入れたから俺わなんで俺コツコツ買ったのに。俺頑張るわ、マジ。うわ、まずいよ、俺8月これ。あ、でも日発は、ね、これさ、早く着いたら勝ちじゃないの。そう、2月8月は結構大変だよね。でもそれで元々のあのお金を超えてなかったらダメなの。全然大丈夫。え、先に行けばいいんだ。うん、乗っ取りカード、期間延長カードだもんね。そろそろ俺休校しようかな。いや、これじゃ負けちゃうんじゃないの。2の金で戻るしかないじゃん。星は何、星一人止まった。この駅でカードを売り返すことができます。 OK ね、カードを売るときはどういうときなの。ここのお金を、どのカードを買いました。お金が足りないときとか、何枚もいらない。あ、いらないときはなんと。カード持ってる枚数もどうですか。これで早く行けるんですよ。ね、ボンビー君どこ出てくるの。えボールした後に一番遠い人についてやべえ、早く行こう。こえー、なにこれ、なに。あ、もうじゃあ先のこと聞かないで行くわ。爆買いしてんな。すげえな、お前金あったら。まだお前9億もあるんじゃねえかよ。全部買うの。お前3億も買えるじゃん、特急収容カード。ね、ずっと同じもの買ってない。そうだ、これやめるってのはどこで。あ、0円はもらっといたのにいいんじゃない、特製例下ですか。え、はい、0円もらっとけばいいこと。買うで、もう一回0円もらう、買う買う、うん、で、これ×ボタン押せばいいんだ。で、一番下、一番下ね、本当にファミスタできる。本当ですね。本当おじいちゃんとやってるみたいな感じ。特製レーカード社員証借金を帳消ししてくれるからやったぜ。お前ウドさん、うん、カード全部持ってる。ほらすごいですね。でもうやめるをしてください。やめるどうやって押すんですか。やめる下、やめるボタンの黄色いところ。これですね、これ見ろ。そうで、もう一回やめる、もう一回やめる。あ、これも押さなきゃいけないんだ。はい、やめる。はい、ああ、そのまま。え、これやめる。はいはい、はい、まあ、どんどん進んでください。はい、現在何ポイント。はい、大丈夫です。1600も買ってもらえたの、伝蔵、はい、さん。で、これでどうなんですか。伝蔵さんのおじいさん、お金持ち。え、まるまるまる。はい、やっと終わったよ。ごめんなさい。行くぜ。また松本の方から行くのか。いや、もうすんげえ弱いじゃん、相手。これなんだっけ、この伊藤以外で、あ、これか。よいしょ、お、いいじゃん。いやだ、ぶっ飛んでいっちゃうんだ。1かプラセキ、また怖い。ウドさん、金丸丸丸丸ずっと押してください。あ、ああ、確か1億であーとか言い始めちゃう。だってはいはいはい、さっき10億円あったからどうしようか。10億円あったからな。あ、今どのあたりなんて分かんのかな。ああ、もう借金になっちゃったよ、かわいそうに。どうすんの。だ、一番弱いところでやっちゃったから。うん、俺でも、あ、天野くんだって富山だからもう近いんじゃないの俺。いや、近いっすよ。残り8マスって書いてます。え、それじゃ天野くんの勝ちじゃない。違う、金が物を言うから。怒られますよね。最終的に金が物を言う。お、6です。俺勝てます。俺も松本行った方がいいんだから。そうあ、赤はダメじゃないこれ。
まだ行きます？おお、マイナスじゃないですか。そりゃそういうこともあるわね。それが面白いんだから、ずっとだって今まで8億マイナス、8億マイナス。なんでこんな2億なんでこんな一気に2億も取らなきゃいけないんですか。ひどいじゃないですか。何をしたって言うんですか。一体私が、俺はこれ8が社長だからお金多くなんじゃないこれ、うん、ね、行くぜ。え、これカード使ってもいいの。俺もカード使えなかったな。え、急行周遊カード同じ効果が出る。何回あんまり意味ない。これはこれも2個振って急行カードくらいの方がいいかもしれない。いや、急行じゃない、急行カードね、これだ。よしよし、うっそー、すごいじゃない。あ、2個使ったのに5しか出ねえからみんな笑ったんだな。スリの銀次のカードだぜ。やばい、俺もカードすられちゃうな。すられるときに帽子、帽子です。ウドさんもぶっ飛びカード使うんだって。うん、ぶっ飛び使っちゃった、ぶっ飛び使っちゃった。これぶっ飛びだよ。もうおたもどりできないから。え、俺の自由ですかこれは。違います。おい、俺お金ぶっ飛びって、これそういうぶっ飛びなのこれは。千鳥のこれびっくりした時のぶっ飛びだよこれ。おかしいじゃないのよ、なんで今ぶっ飛んだのよ。俺カナダに行こうと思って、そういうなんで自分で選べないんだ。いや、ありえないだろこれ。なんでぶっ飛んでったのよ。だってカナダに行きたいからさ、と、なんとか、俺はもうあと3マスだもん。もう行けるじゃん。じゃこれゴールじゃない。マジか、ぴったり3マスなの。そういうこと。まあ、深い止まっちゃったもん。ここ、いや、今戻ったらカナダだったんじゃないの。戻れないんでしょ。戻れないんだ。いや、そばやか、洋館にある。よし、いや、俺が決めるぜ。まとめ買い。天野さん、貧乏だな。1000万しかないの。天野さん、貧乏。たった1000万しかねえのかよ。ちょっとちょっと、食っちゃうぜ、ソースカツ丼や。うん、やめる。ねえ、この場合はこっち東尋坊行ってこっち戻ってこるの。ないっすよ、千本。うん、だからあと2マスでゴール。また戻れるの。ここに止まれば戻れる。オッケー、これどう2を出せばいいんだ。はいはい、ウドさんお願いします。もう一回取れます。すげえ勝負師。もう一回ぶっ飛び特急。特急周遊カードは何。3個3つおー、いけ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 。よし、じゃあこれで、うん、うわ、すげえ、サイコロ3つ、ね、オッケー、カモン。3、3、8。うわ、特急で3、8だもん。なんで今逆行っちゃったの。まだ戻れる、戻れる、まだあのピンクが出てる方だってことさ。知らない。お、どこ借りてきた。まだ仲間に止まらなかったけど、やってみます。5か6、頑張れ。5か6。全く違うじゃん。あ、開けます。何なしだって。優しいじゃん。ついてるな。あれ、あの城何。何これ、このケロちゃん。俺は2を出せば勝てんだな。そうですね、今日はない。いや、ちょっと面白くなってきた。やばいじゃん、天野くんが1位出したら、勝ちか。叩いてる。ねえ。あ、そうなんだ、こんな貧乏でも。うん。俺が今勝ってる。だってこいつは絶対勝てないじゃん。やべえ。豆鬼、超やべえよ。俺は、2。まさかこれで1出たら俺も。おい、なんだなんだ、なんこれ、ぶっ飛びカードの意味がわかんないんだよ、ウドさん。なんだよ、ありがとうございます。すごいじゃん。金好き。あ、どこで押さないで、ひっくり見ます。え、今ね、俺の1位を味わってんだよ。かー、よし、負けたんだよ。もう
ほら、ああ金杉社長どこ？ああ歩くみたいなやつ。キャラ作りたいな。住民大歓迎社長。地元から援助金。おお。電鉄に5億8000万。持ち金は5億9000万。そして今回貧乏神が取り付いてしまうのはこいつだ。電動社長さん。はーい、貧乏神との旅を楽しんでください。何ですかこれ、貧乏神があなたに告げた。貧乏なんだから。何これ貧乏。うわ、金使いそっけ。お尻振ってんじゃんこの人。うわ、ムカつく顔。何やこれ、ね、お役に立ちたいのね、うん、どうやってムカつくの。よろしくね。よし、天野君が勝って終わりじゃないんだこれ。3年あるから。よし、え、一生ってことだもん。俺はね、最下位じゃなかったの。長崎大好き。そういう方もあんの。こっからなんすか。やったぜ。俺近いじゃん。でも本当に貧乏背負ってるからな。え、よし、でも俺はお役に立ちたいですって言ってましたもん。あ、変えんの。うわ、まだ終わりじゃないんだ。まとめ買いとそう。俺だって。あ、ほんと。じゃあ、まとめ買いしよう。はい。これなんか、はい、いろんなの分かるんじゃない。これ地元の金沢の五郎島芋とかさ、地元のことが。カード使えないんだ。俺も山形の紹介したかったな、これで。山形。俺やめる、はい、俺だ。カード俺がここでいいね。ぶっ飛び、ぶっ飛びカードやめなよ。いや遠い。俺遠いでしょ。なんだよこれ。何これ、サイコロス。あ、貧乏がついてるから。それ関係ないの。飲みますでさ、赤じゃん。うわ、貧乏がついてると赤に止まりやすい。いや、それも関係ない。こんなでくなっちゃう。うわ、ボンビがなんか売れる物件が一つもないんだよろ。なんで、いい人なの。あ、よかったな。物件がないから悪いことしね、悪い人なんですか。なんか物件持ってたらやられちゃうんだ。これいつだったら貧乏が見なくなるかな。本当になすりつける。なすりつけるんだ。すれ違いざまなすりつけるんだ。うわ、じゃあ天野くんは55マスもあんの。うわ、めっちゃ遠いじゃん。飛んだりして。あ、急行カードで行こう。次はめちゃくちゃ詳しいですね。え、ちょっと待って。爆買いしたから。どれがいらない。ぶっ飛びカードいらない。ぶっ飛びたくないから。あ、そう、捨てるんだ。よし、俺でも33マスか。遠いんだね、意外に姫路から。また岡山帰ってきてる。え、あ、丸押して。このターンは渡した方がいいんだ。これは4個しかない。4個しかない。きびだんごぐらい買う。そうだね、うん。ピオネ買う。え、あ、でも売られちゃいそうだな。ボンビがついてるから何も持ってない方がいいんだ。そうだな、うん、わかんないけど。いや、やめよう。やめる。自分でやってる感じある。やめる。この下でやめる。はい、はい、うわー、何、下がらされちゃうの。最悪。でも下がった方がいいんだよね、俺多分。なんでよ。目的地から遠ざかる方にしか行けないんだよ。かー、ひどいね。ひどい話だね。うわ、早いな、戻らされんの。強制な。うわ、3月、私の誕生日、ありがとうございます。高山、あ、滝上の。よし、あ、しまった、俺カード使いたい。やめる。急行、特急で行っちゃおうか。特急だな、今宵は。やめろ。もういい。特急冥利に尽きるぜ。
いいね、天野くんはオバマから。うわー、すごい近くなってきたじゃん。おお、おお、新幹線ガールじゃ。それ欲しかったな、俺も。はい、ゆうたさん、3年からどんどんカード使ってたんだ。そうですね。とりあえずぶっ飛びで網走に行かねえかな、こいつ。かー、ぶっ飛びだよ。逆です。ピンクが案内してくれてる。男山来ちゃったよ。何回桃太郎に会うのよ。まあ、桃鉄だからずっと4億あるよ。どうする？ジーパン買おう。ジーパン桃園買いますよ。桃園3億円だよ。お金ないぞ。バックが 2% しかないですよ。あ、じゃあやめますか。うん、上の方が安いけど、下の入ってくる率が。じゃあ、ムラスズメや。メーカムラスズメ。はい。なんでこんな買う人いないじゃん。 1% しか返ってこなかった。なんかあんの？何が大きい？1億1%。ああ、そういうことか。くじ引きできるの？おお。うわ、外れだらけだ。なんだよこれ。ひどい話だぜ。6だって。6。かー、よし、行こう。6。1,2,3,4,5,6 ひどい話だぜ。なんで数えたの？いや、6分出したいから。ひどい話で6分の1しかないなんて。なんだなんだよ、これ。ほら、悲しいな。もう、どうやって決算？そういうことか、バックが。決算もあるんだ、会社だね。うん、ごめんなさい。ありがとうございます。あ、合計がね。うん、ウドさん押してください。いつもそうじゃねえか。いつもこうなんだよ。ありがとうございます。掃除さんも負けてんのかい。いやー、いい1年だったな、今年は。みんなにボーナス払おう。よっしゃー、1年経ったぞ、ウドさん。今1年経ったよ。うわ、どうしよう。あと俺何マス？39。じゃあもう一回カードだ。ボンビーがついてる人を抜くと、うん、自分にボンビーがついてる。え、そんなコースに なってる今。あ、自分でそれはやめます。急行、あれ？急行周遊カードってなんだろう。同じコース。いいね、青くんの出目が。あっ、取ってもらえないのかい、これ。結局誰かとすれ違わなければ取られない、取って全然取れないってことですか？自然には取れないんですかね、貧乏神は。自然には取れないです。自然には取れないです。だから、宇野さん、もっとでかい数字出して先行ってくださいよ。追いついちゃうから。わかりました、これはもう飛び交うとやってみようかな、ほんまに。これで功を奏することないんですかね。いや、あります、あります。じゃあ、俺。ちょっと、さあ、いけ。ぶっ飛びカード使ったら、貧乏神も離れちゃうんですかね、やっぱり。ほら、北海道行っちゃった。鳥取に行ってんの、これ。いや、何、来るんじゃないですか、貧乏神も。いや、それ、これ、ぶっ飛び。日本行こうとしたんだ、今。おぉ。ケビ、誰見えたの、俺なんか。ひどいですよ。あー、ガンガン売られてるよ。いやー、5月あれ？よーし、結局俺は、あ、もう貧乏の心配もなくなった。
えこれ一丁なんかさっきからすごい出目がいいんだよね。銃とかさ、あーすごいな。よっしゃ、もみじまんじゅー。俺長崎だもんね、あとちょっとだな、九州まで。そうっすね。どうしたら、どうすれば100点できるか。アイディアを口山で頼もう。1月につけちゃって、なるほど。ですね。貧乏を映せるカードはないの？映せるカードはない。あの、違ったら映せます。あいつに豆折りにってことですね。はい、でも、ぶっ飛びに変なとこ行っちゃったから。まあでも、一番弱い敵につけて最初からついちゃう人珍しいです。やめなよ。あのぶっ飛びが意味ないんだ。本当ですか。ああ、宇藤さん、3出してください。3絶好調カードね、うん、これなんかもう外ればっかり多いんだもん。でも当たりもあるっていうのはそうだよ。6分の1だから。いけ1、2、3だー。なんだ、やっぱりそういうことだよね。宝くじで6分の1は当たりみたいなもんだから。そうだな。トピックス、金好き鉄道が主役。お、料理屋が大人気。いや、鴨肉を薄切りにして小麦粉をまぶして煮る金沢を代表する郷土料理、ジブジブ。ジブにね、確かに食べたことあるって。2億。あ、持ち金は3億円。あー羨ましいね。あんなに使ったのにまた入っちゃったよ。さあどこだ、名古屋。うん、よし名古屋。そうでは周遊でまだ行くぜ。いいね、ゾロゾロなんだよな、このいつも。お、下に行って。 OK、OK、 こちら。いやー、何欲しいよ、カード捨ててやる。あ、よかった、大物さん。あれ、スリーカードなんだよ。うわ、やべ。あれ、使ってない。え、なんで。じゃあ、どこで使うのよ、持って。あ、俺、すっからかになっちゃったの。ちょっと待って。え、あのスリーカードどこで使えばいいの。あれが出てきたら使えるんじゃないの。いや、あれが出てきたら大丈夫なはずなんですよ。えぇ、でももうかわいそうだな。でももう行っちゃったからダメです。いや、かわいそうなことですね。いやいやいや、まあでもゴールすげえいいですから。そうだね。おー、うわ、すげえ出た。すごいじゃん、これ。あいつに、あいつのところ目指した方がいい。そうなんですか。名古屋、名古屋のあいつに。え、名古屋。どこが名古屋の。京都。すごい、名古屋もね。絶対こ、あ、それでお前ぶっ飛んでこいよ、こっちに。なるほど。うん、ミスターぶっ飛び。全部逆行ってますけど。うん、そうでしょ。すげえ難しいな、これ。やめる。うん、買わない。やめます。はい。ああ、やめてもボンビーがほら、なんか来るから丸押して。くる、あ、なんかうんこついちゃった、うんこついちゃったよ、これ。やだね、これ。すっきりしたんだって。ポジティブだと思う。何これ、うんこ張って別に何のマイナスもなくて、うんこだけっていうのが逆に嫌だ。取れなくなる。取れなくなっちゃったの。え、俺が名古屋行けないんだよ、じゃあ。え、誰も取れないですか。じゃあ俺、うんこも
うんこもやったよ、ここまで来たじゃん。振り付けられないじゃないですか。うんこ持ってくる。全部取られちゃう。ピンポンが見るの。あんこどうした？地獄だなっちゃう、これ。何もう名古屋にも行けねえし、また戻んだ。ぶっ飛びだよ、ぶっ飛び。もう、うどさん。ぶっ飛びね。北海道行け。もらったな、俺。長崎、長崎。長崎、長崎。長崎だよ、おい。頭おかしいんじゃない。もうな、どういうことよこれ。福島ビン、さすが東北。いやいやいや、山形行くか。もう1、仙台一宮と、うん、2つあるよ。2つある、1と3、3分の1、3分の1、宇野さんやってやるぜ、これ。仙台一宮、1か3だぜ。おー、3やった、初めて貧乏神やってくれてるじゃん、いいこと。貧乏神がいいことじゃないんだよ。3回は、でもいいよ。でも取られたけど、次新幹線乗れんの。本当、どうすればいいな、うん、地獄社長のアドバイスを。誰地獄社長って。ごめんなさい、聞こえてない。俺のこと。地獄社長、うんこ漏らした地獄社長。俺が漏らしたわけじゃないんだよ、これ。急行カード。どれ、急行カード、もう一つあるんだ。これか。ほら、もう俺は九州行けるぜ。近いわ。どっち？全然近い。ちょっと待って。地名覚えるね。覚える、そういういいとこあるんだね、これは。みんなそれで覚えるのか。違う、上だ。あ、長崎近いぞ。すげー来た。長崎すごい近いよ。二連ちゃんだ。どこどこ行けるの、これ。望みカード、ぶっ飛びカードなくなっちゃったな。望みカードどこまで行けるの。望みカードって望みカード5個くれます。サイコロ5個だってよ。やったぜ。全部6出したらお前すごいぞ。名古屋まで6の5だから、お前な、なん、何個。6個30ね。6個30。おお、そうでもね、21です。そうでもね、そうでもね、そうでもあるでしょうか。ヘリポートがある。どこにあるの。あー、そこか、茨城。あ、そうなんですね。進んでいけば埼玉。上が来ました。まだ埼玉ね。秋葉原。あ、ヘリポートに行こうってなってるんだ。飛行機、ほら、飛行機行ったよ。お、行った。なんだよ、お前急に長崎来んの。うん、やめてよ。プラスになってきた、ボンビーなのに。うん、あ、ボンビー、これ来た。あ、ひどいじゃん。最悪ひどいよね。しかもサイコロ2個を下げられちゃうの。うわ、飛行機乗ってんのに。飛行機の先が事故って飛んでから分かることある。ねえ、これ飛ぶ前に分かってんだろ、普通。ひどいじゃない、飛行機をもう降りちゃったじゃないの。いいじゃない、ピーナッツ畑でいればさ。いや、ピーナッツ畑もいいけどさ、俺全然進まないやん。どこだっけ、常に滑る常滑か、誰これ常滑、常に滑る。やだ。何、よし、俺もういけんじゃない。あと何個。2マス。2マス。あ、じゃあもうこれ、まさかここで2位出るやつないの。そういうやつもありますけど、ない。はい、これで2位。これはもうすごいよ、やっぱり。はい、2位。あー、すごいね。あ、でも赤になっちゃうから左行くと、だから戻った方がいいです。うん、戻った方がいいです。こう行って、こういけんじゃねえ、ないの。え、これでダメなの。そっちちょっと赤になっちゃうから、うん、左側じゃないから、ね、左側くるくるした方がいい。あー、そしたらここまで。そうです、ね、開いたこれダメ。で、左くるくるして、こっちに、ま、回るってことか。いや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 、5はでかいな。すごい。宇野さん、ヘリポート、え、
え、これ飛行機は事故ってるってこと？いやまた行ける。また行こう。あ、じゃあ急行カードで行く？急行カード。特急カードも2枚あるよ。特急カード？うん。特急カードにすれば。特急カード。捨てるになっちゃうよ。え？ダメだよ、捨てるわ。いや、これでも急行カードが。違う。あの、戻るで、戻る。あの、A ボタン、A ボタン。いいえ。はい。戻るもあるんだ。で、これ上下させて。で、特急カード。特急主流じゃなくて。うん、特急カード。はい。あ、飛行機。これで飛行機乗ってくれ。長崎行きに乗ってくれ、なんとか。おお。いいの出してよ。はい。10以上。あ、いいじゃん。いいね。13マス。もう戻ったんじゃない？行かせろ。飛行機ね。どこ行くのこれ？沖の伊良部島。いやー、俺すごい飛べるじゃん。うわー、すごいすごい。うわ、それでまたなんかすげえカードを引くんじゃない？おー、いいじゃん。うん。あれ、なんか貧乏の働きが弱いな。あ、まず来た。よし、折り返せ折り返せ。折り返さない折り返さない。折り返せ。いやー、参った参った。カードも違う、2倍の値段で買ってきた大きなお世話だ。あー、まあいい方だよ、さっき。よし、行くぜ。これをさ、みんな延々とやるの。それで、ね、倒していったらキャラが新しいのが出たりとか、そういうマルディのキャラが変わってくる。へー、とんでもない人だよ。あ、俺はあと何マス？6マス。じゃあもうこれ6で狙っていくしかないな。よいしょ。あ、なんだよ、どっちも。ここだ。あっち行けカード。なに？ボンビー使うの？あっち行け、あっち行け、持ってるといいですね。これ、いつ使うんだよ。それ、あ、他の社長さん一人にスリの銀次。そういうことか。じゃあもういいや、これ。これいいかね。うわ、イエローカードって何？中華、あ、いいのかな。いいカード、はい。え、じゃあどっか、あっち行けカード。あ、いや、あっち行けよ。お払い、デビルを消して、期間延長。あ、や、特製霊だね。特製霊0円だもんね。じゃあそうしよう。オッケー。来た。来たね。やべえ、長崎、これで負けることあんの？長崎まで44マスあんじゃん。長崎カード使わないでしょ。あ、やばいやばい、もうロックで行っちゃった。これ戻らなきゃいけない。戻れないです。だから最後のマスまで行っちゃったら戻れないんだって。カード使ってないじゃん。うん、だからさ、わっ、ここまで来て、ほら、カジキマグロがいるようなところだぜ、お前。カジキマグロいるようなところで、お前戻るの？あ、うわぁ、何よ、どうも、ハワイ。そんな近いの？待って、なんで、長崎よりハワイの方が、え？嘘でしょ？アロハって、どういうことだろう。行けなんて出てない。え、海外も行けんのこれ。すげえな、ハワイだけだよ。ハワイ、ね、びっくりしたよ、おい。ハワイ、なんで長崎行けって言われてハワイ行ってんの。よし、俺は5出すぜ。 あれだから、貿易が、貿易、え、昔の話だもんな。ハワイ行ってんだね、これ。何やってんの、これ。ちょっとでも、絵面は楽しそうですけどね。これね。ハワイに行く理由が何の、ちょっと頭脳神カードってどこ行くの？これね、どっちにする？こちら。逆行かないといけないじゃん。これでいいんですかね。逆、どうした？ハワイが壊れちゃう。ハワイが壊れちゃう。どうやって、どうやってやるんですか？まともぐりこんな地獄になるの？え？うわ、
もうどこにも行けないじゃん。クールがダメなの。じゃあマス、あ、ハワイ壊れちゃう。何なの、壊れちゃう。どうなるの、押して押して丸バツバツ、うん、バツ。あ、じゃあ、ま、矢印こっち側に入れるんだ。ホノルルをホノルル側に矢印これこれ。あ、違う、なんでだ。ほら、あ、すげえ。おかしいな。何を使ったんだ今。あれのパチンコ屋さんに入ったイノシシみたいな。もう行くところなくて壁に激突する。後戻りできない。できないよ。捕まっちゃったよ。え、本当はどうやって使うのあれは。ちょっとずつ申し訳ない。陸路だったらまっすぐガーンっていけるわけ。で、それに後ついていけばいいわけ。おお、最短距離。ちょっと使い方間違えたな。裏目ってことだ。なんで1マスしかないところイノシシで行ったのよ。いやいや、ちょっともうひいてビャーンって行くと。だってホノルルちょっとお願いしますよ。なんでハワイでゆっくりしてるんだ。神様来たよ。神様、これで変わるじゃない。これでボンビーがいなくなるとかないの。ねえ、これが立ち直ってくれ。うわ、金だけ溜まってんだよな。俺より持ってんだもん。俺そろそろもう出さなきゃダメだよね、これ。ハワイで金持ってる。ハワイにいるわけだもんね、確かに。確かにどうですか。本当だ。マミオニ20、俺は4、そろそろ出すね。4、6、惜しいな。で、また上回った方がいいんじゃない。そう、上で上で回る、ここでいい。さすがここでぐるっと、ここで、ん？こっちでいいの？左、左、右、右、右、下。ここ。そうするしかないです。なんだよこれ。なんでハワイにいんのよ。いや、知らん。長崎集合だっつってんじゃん。そうそう。隣に飛行機でさ。虎に翼カード使えよ。マジか。知らない。俺知らないんだけど。いいとカードなの。虎の翼カード、目的地に着いた時にこのカードを持ってる。ああ、ダメ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 。じゃあ特急カードだろ。特急カード、特急カード、特急カード、はい、頑張ってください。うん、はい。俺がグタグタやってる間、うわー低い。よし、低い。 8。 うわー、ほらクジラがほらいるもん。ハワイ楽しかった。どうだった。いいとこだったね。キングに変わる。あったかくて。お、キングボンビーに変わるんじゃない、そろそろ。そんなことは、やだね。なんないの、そんなこと。なるんですね。そろそろ。もうでも多分、低調すぎて。マメオニ割に20億も持ってんだよ。嫌な存在だな。お、マメオニやるじゃねえかよ。2億も落としたら普通は青ざめるけどな。全然青ざめる。あと4マス4マスやばい、これどうしたらいい。上丸、シュレッダーカードいらない。いやちょっと待てよ。来たな。これ何を使う。ん、これも東京収入カードですよね。うん、2つあるからね。トミカード、お前トミカード、もう一回ハワイ行けよ。おし、おいいね。これね、起死回生ですな。見えてきた。本当かよ。なんで長崎に行けないんだよ、これ飛行機でね。めっちゃ行くじゃん。いいよいいよ。めっちゃ来てるよ、近く。あ、すぐつけた。あ、大丈夫。またもらう。あ、いや、そしたらもう。もういない、俺ら。
うーわー、俺ボンビーいないんじゃない、あいついつ飛行…あ、乗ってたか飛行機、エンジェルになったのに、さすが豆だな。うわっ、ゼロ円になっちゃうの、銀次の演奏だったから半分揃えた、ひどいじゃない。なんで銀次優しいな、俺の時全部持ってた身ぐるみ剥がしちゃうから、なんかチータセみたいな、なんだねえ、ワン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 ダメよね、ごめんね、初めて見るな、このダムシチュエーション、外れ外れ、こんなのやめな、女神みたいな、これはねえ、35億なくなったの今一瞬、女神初めてですか、女神なんて、俺はゴマス、そろそろ行け、おい嘘、ありがとうございます、はぁ、あ、違うなぁ、違う、よいしょー、あるか、いやいやいや、どうもみんなご苦労ご苦労、ご苦労ご苦労、僕何のことかやけど、ご苦労ご苦労、兄さん、待たせたね兄さん、兄ちゃんどうもどうも、兄さん、ああちゃんぽんでも食べに行こういいなぁ、おぉ、6個2年連続のボーナスが出ましたんでね7億ですな、よし、これで最後だね、あの最後ですね、クズさん押す場所いいですか、ハワイ、うん、ハワイ、ここでいいですか、はいはい、大阪、クズさん近い、近い、はい、最後は俺優勝したいね、あ、使えるカードがない、そうです、7億、じゃあ変えるだけだ、近いね、やべえ、ここ負けたらやばいんじゃない、出るかもしれないよ、わっ13、マジかい、ここに来て運はあの子よ、あ、ビンボついたもうこんなことあんのかいな、あの子もまた来るからあーで行きます、でも先にゴールすれば、はい、俺がビンボになっちゃうの、ハマロさん、どっか行ってきたのかな、あっちにカードを持ってると飛ばせるかもしれない、マジで自分に返ってくることはない、ちょっとズボシカードまた買ったのね、大阪駅ぶっ壊したハワイぶっ壊したいやいや、俺大阪絶対俺ホノルルぶっ壊したこれピンポン神行っても大阪はゴールできますよねできる、これはできるよ、マジすごい、めっちゃお金あんだけど、初めて、初めて新幹線だ、ミカエル、俺にもミカエルいける、新幹線使っていい、なんでミカエルがついてこないの、うまい、うわ、うわ、大していかねえ、うんちカード、何よ、せき止めるんだ、きた、1、頑張るぞ、よし、これはもう1出したらもう終わりだ、本当に1でいいね、そしたら俺、最後でボンビー、え、最後1、あーなー、離れろ離れろ、いい、よし、右、あ、ひろさん、いい、戻る、右、1、2、3、4、5、あ、でも、あ、青だ、青、青、こうやって、あ、今、今行かなかったよ、あれですよね、あのゲームを盛り上げてるんですよね、え、どこに行けばよかったの、下に行ってまた回るのを選んだ、下からだったんですか、青、青が多いから、うわー、ごめんなさい、すいません、なんでハワイ行ったのかだけ今は教えてまずまずみんなを長崎目指してる時に、憧れの地でハワイ行ったのなんでハワイ行ったの、憧れのハワイ航路だからさ、やっぱりそんなご時世だから飛びます飛びます、ジローさん、こんなコロナ禍でさ、ハワイなんか行っちゃダメだってもうさいやー、俺も
ね、びっくりしちゃったけどね。金好き社長、ありがとうございます。ウドの丸なんでゼロ、あ、収益やるのこのままだと。やべえ、マメオニさんって一番弱いんでしょ。なんでその一番弱い人に負けなきゃいけないの。そうなんだよ。あれスリいかねえかな、マメオニに。最後の年、あ、46億あるの俺。え、何この、こんだけやってさ、最終的にコンピューターが勝ちましたって一番やばいパターンじゃん。それだけは本当困るよ。マメオニどんどんエンジェルついちゃったから熱いよこれ。なんだこれ、え、安いな。これで抜かれるだろうね。俺だってあの、もう1ですもん。1だぜ、これ。これカード使わないでいいのかじゃん。当たり前だよ。え、これ1以外のゴールのパターンもある。あー、1だ、やったね、出た、決まった、ありがとうございます。トラックのカードが2倍になります。2倍になる、何それ。トラに翼のね、ありがとう。うわ、初めて見たよ、お前黄色い電車乗ってたんだな。うん、そう、俺の黄色い電車。うわ、ありがとうございます。あと客層、ファン層が違うわ、俺と。俺の方が金持ちそうだ。おお、すごい。え、ちょっと待って、俺ドンジになる可能性出てきてる。いや、もうドンジです。二回も先にゴールしたのに。ドンジになる。あー、ああ、悪く貧乏神。しかも貧乏神じゃねえ、俺。こんな逆転なんだ。ね、ちょっと待ってよ。二回ゴールしたその過去のその。大事さないよ、実績。あるの、信用と実績の運動さんです。俺、あ、宮崎、あ、俺近いよ。近いですけど、俺もっといっぱい金貯めてからじゃないと。やすげていった。あ、浜さんあれですか、あっち行けカードなんですか。うん、あっち行けカードで豆屋につけたいな、ウドちゃんよりも。ウドさんもないんですか。うん、買った方です。勝ちな、勝ち。あ、ハリハリ鍋なぁ、食いたいなぁ、たこ焼きだな、たこ焼き。すごいな、これでゲーム実況のすごい、このすごい強い人もいるわけ。いや、いると思いますね。それがみんな見るの、どうやってやるかみたいなの。あれがすごいですね。え、変えるだけ、それだけ。200% ですか、どうですか。ああ、本当だ、帰ってきた宮田麺事。200%、宮田製麺所か。うん、これ200%だ。これはやべ、もう勝っちゃう。 3% しかないけど、勝っちゃう。これはお笑い工業あったよ、弱っ。買えないんだよ、お笑い工業。吉本工業っぽいな。お笑い企画だったら買いたかったな。3000万ぐらいで。マナリコーも意外に安いっすね。多分松本さんの年収ぐらいだから。リアル。豆鬼すげえんだよ、どんどん金いくじゃん。あ、何違う、何これ、すられる銀次。え、全部取れ、お金全部だってよ、ほら。さすが豆社長、ほら。エンジェルがいたんだけどね。ダメ社長、俺これ1の目出ちゃう。え、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、俺の銀行ついてんだろ。俺あっち行けカード捨ててないよな。いなくなった、いなくなった。よし、俺がお払い。あっち行け、あっち行け、よっしゃ、あっち行け。へへー、誰につく。え、よし、うん。あれ、俺カード使うと何、これサイコロ振れない、振れないです。今知ったよ、し。あ、いける。
もうちょっと、あー、でもあれだな、あれ、すぐもらいに行くんだよ来たよ、ビンボ、ほら、ビンボ来たよ、ビンボが来るの、これに、ダメだ、豆鬼が勝っちゃうよ、ウドさん、あ、でも豆鬼お金なくなった、あ、じゃあいいや、あれ、ウドさん1位出てきたんじゃねえか、これそうなんですよ、ボンビーが飛んで、くしゃみしたよ、ほら、あ、くしゃみして飛んでんじゃった、ほら、宮崎の方行っちゃったよ、1位だ、なんでなんで俺、あれ、俺が今1、あの宮崎の方行ったんじゃないの、あ、豆鬼が飛ばされたんだ、で、俺は、え、やべえよ、なんで、僕、まだついてないですよね、貧乏神、豆鬼2位だ、ついてるんですか、うわ、誰に近いの、次1出たら終わりだ、豆鬼が俺な、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 メオになったんだよ、あいつ、絶対、お、あ、よし、まだいい、あれ、違う、こっちの方が早いな、あ、違う、違います、うわ、チャクチャク来てるな、博多、どっち、宮崎赤ついちゃうけど、つかみのじゃカードもない、使えるカード、また言うよ、すぐ寄ってくる、ちょっとつぼうしカードは飛行機では使えません、使えませんよね、飛行機使えない、うわ、すげえ、行き過ぎちゃった、え、7マスだったんですか、天候差がいいってことじゃない、こういう時ね、それでぐるーって回ってゴールできる時ある、うん、長崎って、あー、あ、内村さん挨拶行かないとダメだよ、いやだよ、うん、来てるし、あれ、宮崎って宮崎の右って言って、え、上、いや、これだとまた戻っちゃうよ、うん、9マスだから、左ですよ、ひとよしの方行ったわけ、うん、内村さんに挨拶、内村さん、今ちょうどひとよし、うん、ね、上、上、これを上、うん、で、こっちに回ればいい、ひとよし、内村さん、おはようございます、おはようございます、内村さん、おはようございます、ありがとうございます、おい、まだで、でも大丈夫だ、ボンビーついてるからな、でもそうなんだよ、いや、俺あと1個さ、豆鬼はゴールしちゃうよな、あ、また2だ、あと18マス、あと18マス、豆鬼よりも早く行かないといけないね、めっちゃいいとこ行ってね、帰る、全開した方がいいっすよ、買い占めんだよな、天野さんここは全部わしのものじゃ天野タウンじゃ、すげえ、大分を買い占めた、いいね、もうな、買えないでしょ、やめる、これ分かんなくなってきた、7マスだからね、7マス急行カード使う、7マスで、あ、まあでも確率は上がるか、うん、キングリカード使うのかな、キングリカードキングコンビになるわけ、あ、そうなんですか、やばいやばい、じゃあやめます、自分のキングコンビをするそういうことね、うわぁ7、7来たね、ゴール、あれ動かないで、電車変わってるけど急行になった、うん、やったぜー、ありがとうございます、やべえ、負けたか、やりました、これで終わり、3月まで、なんだよ、じゃあゴールで行かない可能性あるんだよ、行かなくても結果出るんですか、すげえ、だって俺は持ち金が、うわ、金好き来ちゃったよ、またボンビー、もうあのカードないのに俺、
どこだ。これ俺ですか。はい。え、近い。山口。近いね。嬉しいね。うん、近い近い。俺はもうフグ食って帰るよ。カード使える。カード使えないんです。買う。買う。買った方がいいよ。まとめ買いです。もう一回丸。で、まとめ買いのボタン。そうそうそう。どういう。すごいじゃん。そうです。やっべ、負ける俺。やめる。やめる。もうでも8月9月10月早いですよ。まだ12マスだからゴール目指してる。あ、やべ、あぶねえ。今ない。それきまっ。貧乏神来たぜ。え、お超近いよ。すぐ行くの大変。爆買い社長金だ金だ、これさ、でもゴンビいるからあんま変わらない方がよったんじゃないこれ。俺結構これが3月まで OK 分かったね。キングボミなんです。これを何人ぐらいでやるの。みんな4人とか。すごいね。これ本当のお金持ちでさ、本当のお金でやってる人たちっているのかな。本当にそれ石油王じゃないですか。いいじゃない。すごいよな。これ一夜にして22億とかな。だからこれ丸1個消したらね。いやいや。プリケンのみですか。プリケンのみですか。100% だから。プリケンの。分からないよ。プリケンね。あ、あれでも。そういうことに利用した人はもう絶対ダメですよ。一人もいないです。一人もいないです。そう考えた時点で捕まります。うん。あと買わないの？はい。日本旅行やめた。はい。いいですね。それは8000万。保険金ですね。さすが堅実。うん。俺なら 100% 勝ちた。すごいな。俺あと何マスかだよね。すごいな。ボンビーなぞりつけてえな。あと5マス。いっちゃった方がいい。おい！え？もうゴールしちゃったの？オッケー、これでボンビーは大した被害なかったよ。やばいね。あら、フグじゃないのここは。え、マミオミさん、オッケー、よいしょ。お前がね、長野結構あるな。ソース活動のソースですね。3月までに行けるかな。面白くなってきた。オッケー。あれなんでサイコロカード、カードが使えないじゃん。おー、特急もある。キングにカードだ。じゃあ見てみた。戻る。下。こいつね。うん。でキングにカード。キングにカード。
かわされるほど。何ですかそれは。こんな地味な。かわされちゃったの？はあ。悲しい話やん。何にも話しないんじゃない。豆鬼これ貧乏ついたからやばいな豆鬼は。おいお前がね、うわっ危ねえ、これどうすればいいのこれ、いけるだけ行ったもん、特急北から北に向かって行っちゃって、そこから行くか、そうだね、どこに行くか分かんないっすか、北海道行くか、またこれいつも嫌なやつだよ、あお、どこよ北ってロシアじゃん、ロシア、ニセコ北海道マジけマジけさっき山に行った北に行きすぎたよこれキングモービーこっちにいた北っつった北海道だよやっぱり北騙された北すぎるぜまたもう使南のカード使えないよ南のカードもううのさんヘイ乗ったらダメだってもう何回変なとこ飛んでっちゃう電動さん臨時収入ありましたよすげえ、うん、ラーメンが売れたってあー急にどうやってもうどうやって下がるのよやばいよ何今の北海道行っちゃってんだもんそうだなさ勝てないっしょ。よし。あ、寝落ちできんのこれ。本当。うん。すごいね。これどうすればいいのこれ。カン。悪魔。ちょっと脳震かなちょっとそれは脳震本当出ねえだろまだ出れんじゃないえうん、下フラノフラノ、おジュンズあなんだよ、どうしてプラノにいるんだよまだゴール出し途中でしょうかあほら、めっちゃ寒い時に北海道いるぜそうなんだよ伝蔵のラーメン屋どんだけ儲かってんのすっごいちゃってんだよ嬉しいあ、豆鬼、すげえかわいそうな豆鬼だな借金だよ借金外れしかねえしほら人生あ一等地を抜くカードだって何一等地うわあしょうがないうわ冬は何金がかかるのなんだよそれ特急特急ねちょっとずモーシンカードの使い方教えてよどうやったらいけんのよね飛行機だねうわ来たこれね飛行機だよあと行きますえりもの春は使い切っちゃったかこっちから行ったのすごいコース取ってんだよこのコースあ金取られないこれフグに化けてたよスリのあれ高いよねお金全部だったよこいつもだってひどい話だろ90億ぐらい吸ってるでしょそう
相当だよ。相当洗ってるさ。あ、でもそんないいことあるぜ。じゃあこのうどんちゃん、うどんちゃん商売全然俺商売当たってない。ほらまただよ。すごいね。こんなこともあるの？ダメよ。ダメよ。ダメよ。線路や航路を曲がり角までまっすぐ。曲がり角って。航路も。ああ、だから永遠にまっすぐ行けるところまで、どの突き当たりまで行けるってことだ。行けるってことだ。じゃあ、お父さん使った方がいいんじゃん。そうですね。いや、ちょっと行くな。あ、地元に近いっすね。よし、新幹線カード来た。いや、俺もここ使ってるみたいです。うん。本当違う。飛行機だもん。航路でしょうね。うん。空路はできない。空路はダメなんですよ。あ、なるほど。よかったね。あ、よかった。これ急行は行けるよ。特急も行ける。特急で行こう。本州に行ったらちょこっと。うん。まっすぐ行けるところがあったらね。もういいじゃん。13。あっちゃうだろ。なんで北海道行ったの？いや、知らないんですよ、俺もほんまに。逆です、逆です、逆です。あれ？貧乏つくんじゃない？どこ？これおお、東京駅じゃん。おー、帰ってきた、帰ってきた。なんで北海道行ったの？知らないよ、俺。知らないのよ、俺。集合場所どんだけ間違えんのよ。長崎っつってんのにハワイに。まとめない。まとめない。まとめない。はい。もっと買ってください。まとめ買いのボタン押してください。うん、まとめ買いのこれ。これこれこれ。あ、これです。うん。はい。買いました。オッケー。はい。すいません。バシ。いや、これどういう結末になるんだ、これ。ウドさんが寝ないことを祈るよ。よし。え、ウドちゃんの方が近い？今近いかもしれない。2月だよ、もう。いや、ゴールできる前に終わっちゃうこともある。すげえダメよ。すげえラーメン屋もかんじゃん。ラーメン、ラーメン。時代がすごいな、お前の後押し。ラーメンが来てんのかな、今。名古屋から。俺な、三重県の横丁じゃない。新幹線カードで行っちゃえばいいじゃん。お、ちょうどいいね、16だ。17。すげえ。めっちゃすごいよ。あれ、もう行っちゃってるじゃない、アオル君。行っちゃってる、行っちゃってる。ナダル君つくんじゃない、もう。この時代に飛び沢行った方がいい。飛び沢行った方がいい。そうっす。あ、でもゴールの可能性ありますね。小林社長、2億の1億ペンションいらねえ。 1% しか。はい、勝負師13マス。13マス急行。66で12だね。あ、まだまっすぐじゃダメか。ちょっとずもし九州まで行っちゃうんじゃないの。どうなるんだろう。ちょっともうちょっと地図見たら見れる。虫眼鏡。うん。ちょっともうこっち側行って。こっち。八王子、甲府。甲府で止まるよ。うん。甲府で止まる。ちょっと盲信カードが。甲府から突き破れない。行けない。行けない。そうだよ。ちょっと盲信カード。そうだね。うん。ありがとうございます。カード、うん、いい使い方したね。そうですね。嫌なおかげで。このルール壊しちゃう。
どっちに進みますか。絶対、ウドさん絶対間違えないでよ。いや、何これ、いやいや、間違えない、絶対間違えないでよね、ウドさん。ずーずー、間違えない、間違えない。おー、すごい。あ、早かったな。おー、両方可能性ありますね。俺もあるよね、まだ。次、俺、何？6以内でいける？俺で買っといた方が強いんですか？3です。うん、ね、1000万円ぶどうの方が好きだから。まとめないね。はい、やめる。はい、あー、これはどういう、すごいゲーム、これ永遠にやっちゃうな、こんなの。これみんな一人でやったりするの？いや、絶対喋りながらいいぞ。あ、みんなでね、家族でやったりとか。え、豆鬼もうないな、これ、勝ち。うん、ね、これは3マスでしょ。浜田君か、俺か。俺が3を出せばいいんでしょ。おーい、すごいじゃん。なんかもう今来るよ。イエーイ。もう俺緊張さんになっちゃってるもん。本当だ、ほら。住民大歓迎だ、ほら。6億の7億金好き目的地に2年連続のボーナスと8億持ち金8億そして貧乏神と豆鬼さん。それでは皆さん、再び下田、静岡。え、どうやって行くの？3月になったんじゃないか。うん、いや、次が3、終わりだ。熊金から下田って。ああ、ちょっと待って。はい、え、一発22マスお願いします。うん、ダビングカードは何？なんかのカードを写す。あー、ちょっとつ申しがあればな。そうだよね。ビルじゃない。よし、これ、あー、でも金がないわ。バスターミナルって、あの、あそこだ、新宿バスター。ニューマン、ね、ニューマン。どんだけ儲かってるの、あそこ。あし、これ俺相当、これはどう、もう完全に途中で終わりなんだ。よっしゃ、ゆっくり発表してもよろしいでしょうか。はい、いよいよです。何笑ってるの。名産会コツコツ。何これ、最後こんなレースがあるの。これ赤だよね。俺赤。ほら、ブンブン茶釜。え、何おならしてるよこれ。サイ、やめて。穴なんか開けちゃって芋がプーだって。やめて。おお、見せるね。なに見せるね。何、どこよこれ。えりも岬、灯台。うわ。なこれ。えりまきトカゲみたいなの。なにこれ。アワビ。あ、俺の前にいるじゃん。やめて。逃げて逃げて、ほら、危ない。ああ、黄色と青、ああ、青に当たっちゃった。青いっちゃった。豆鬼2票だ、2票。うわー、俺のが早い今、黄色。うわうわー、なんかすごいの来た。生ハゲ、生ハゲが来た、生ハゲが来た。うわー、どっちどっちどっち。怖い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 。うわ、高速。怖い怖い。うわー、どっち。あ、黄色捕まった、投げた。え、ちょっと待って、黄色もう いなくなった。え、俺がいなくなったって。何これ。なんだ、全然優勝するとか思わなかったから、嬉しいな、勝っちゃった。押さないよね。アワル君。
素晴らしいね、おめでとう。ありがとうございます。危なかった、豆鬼が相当行った時あったよね。いや、金好き社長、本当にお金もいっぱい、ね、やっぱりね、もう儲けましたし、いや3回ゴールしました。3年でこんな、やばいですよ。電動社長、押してもらっていいですか。あ、はい。収益が、あ、それも1だったの。まあ、これもでも、これあの、金、マメーゾ86まで行ってたよ。こんな浮き沈みある？77億ってビットコイン、ビットコインだよこれ。キャイー、僕ね、宇野さんの範囲は発見してます。何ですか？あの、北のカード。北のカードなあれ、北海道行ったのと、あとあとあの飛行機のところもやばかったですよね、ハワイ行っちゃったから、ね、そう、まさかハワイがあると思わなかったの。いやー、こういうのでみんな遊んでんだってよ、宇野さん面白いなぁ。桃太郎伝説。いや、すごい、うん、本当に。これでも地名も覚えるしさ、うん、やっぱいいんじゃない。名産も覚えるしね。名産だね。そう、それで新しい時代にどんどん合わせて内容変更できるでしょ。そうそうそう。あ、でもやっぱり社長ってもう言われるだけで言われるの嬉しいよね。本当に社長ってなかなか言われないもの。ラーメン屋相当ヒットしてたからね。よかったですよ。はい、あのね、本当に。じゃあちょっとまたあの人気のゲーム見つけて、宇野さんとやったら楽しそうなのがあったらやっていきたい、はい、勉強になりました。体力ものでもいいんじゃないの、動く。あ、そうなんですね、ね。ということで、どうもありがとうございました。最高、桃鉄ありがとうございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。桃鉄ともどもよろしくお願いします。ハワイに行ってます。キャイグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。